尾形梨沙です。今回の動画は前回お店でパチパチしたこちらのガンダムさん炭入れをしてみたいと思います。そうなんですよね、この子はせっかくの限定カラーで、まあここからは塗装はしないでおこうかなとは思っていたんですけど、他ねトップコートとかも何も拭かないままっていうのもそれはそれでちょっと寂しいかなっていうのは思っていたので、すごい墨入れは下手くそなのがトラウマでいやなくなってしまったんですけど、塗装した後のあのエナメル使ってのはなんかツンとしたらスンっていくんで、それは結構好きで、は塗装した時はちょこちょこしてたんですけど、このパチパチした後は何年ぶりだろうっていう感じなので、とやってみたいと思います。コラシラス、はい、それでは早速墨入れしていきたいと思います。なんとね、不思議なことにお家とか探しているとこれだけのものは、ね、持っていたんですよね。これを使えるのかな、消しはみ出たところ、この筆ペンタイプ、このやつ、なんか最初に私が使ったことがあるガンダムマーカーのペンタイプのは今なくて、それもそうなんですよね、間違えてなんかパッと文字を書こうとした時にそれで書いたら折れてしまったんですね。なんかそれがなんか私うまく使えなかった子だったんですけど、なんか普通の本当なんていうんだろう、ボールペンみたいなタイプのやつ、ただもう本当だったらね、それとまた比べたりするのも良かったんですが、まあ今回はこの持っているもので墨入れしていきたいと思います。で、私流に調べたところ白い子にはグレーなんですよね。グレー、黒は重すぎるかなんかでどうの、いやまあわかんない、もうそれも好みだったりやり方があるかもしれないんですけども、まあこの限定カラーの子はこのグレーでやってみて、こっちのガンダムさんは相手ちょっとこの子ねパーツなくしてしまったりしてるんですけど、黒でしていきたいと思います。さてここから悩んでしまっているのが、バラしてやるのかバラさずにカキカキするのか、まあ、好みかな、なんかでも腕取ってやった方がやりやすそうな気がするので、ちょっと分解してあげて、あれどこ行った、多分どっかカバンの中入ってるのかな、よいしょよいしょ、これはどこまでをどうツンツンしていけばいいかが分かってはいないんですが、頑張りをやってみます。はい、拭き取りタイプ、そこ拭き取りタイプ、もう黒としてグレーを比較するか、こっちかな、こっち使ってみます。ここね、どう見えてます、こんな感じでいいの、これでいいのかな、こんな感じで、はい、あでもいい感じにいったね。でスン、足りないのかな、少ないのかな、こういう時はプスプスして流してあげて、おお、でもはみ
出たね。これはこれなのかな。これしかないけど。あ、ほい。ほい。おお、繋がった。で、ここパーツ合わせじゃないところの傷じゃない。モールドが入ってるところはやる。あ、へい。へい。ほー。ほー。これめっちゃはみ出てるけど綺麗なのかな。グレーよね。これでもグレー、グレー、上そグレーなのかい？黒に見えるけど。この辺とかしないんかな。どこを入れたらいいんだよ。講座をしてほしい。この辺か、うん、カーブのとこどこか。へい、あーすごい、これはいいね。なんかドーン、でもこういうとこね。あ、感じかな。はい、これで限定カラーのガンダムのスミレグレーはできました。乾かしてはみ出たところはこの後に拭いて消そうと思います。ではこちらのあえて黒色でスミレを入れてみたいと思います。多い感じかな。どう、あーでも違うのかな。なんかこの今回はこの縦の内側裏側を墨入れするのがすごく楽しいです。あ、まあやっぱ、あーでもこ、あ、そうか、違うのか。濃いですね。濃い、なんか水分が多い少ないのイメージの、あー色の違い。ちょっと見えにくいかな、うん、ここもやってるんですけど、この足とかもそうなのか。おっと、しらーす、くんくん、あら、見守ってくれるの、しらすさん。まくんくんしないでよ。こわ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 、ここが好きです。あ、トントン、あ、さっきよりうまくいかないかな。一気にこの、わー流れていってるっていう感じ見えてます。めっちゃはみ出てるけど、いや、この感じで合ってるのかな。そもそもね、しらすちゃんは完全に寝込んでしまった。これが全然ツーンって、やっぱ遠心力、ここ全然、これでも拭き取るの難しそうっすね。なことないんかな。合ってるのかな。はい、ということで、じゃあ墨入れペンで入れてみました。ここからはみ出たところをですね、この消しペンと綿棒を使って綺麗にしてあげたいと思います。
これはだいぶ広いでしょ。こういう感じ全部閉じちゃった。はい、こんな感じになりました。縦はやっぱり影墨で仕上げるとかっこいいですね。私はすごい好きです。ということで墨入れしてみました。結構ね時間かかったんですよ。この、まあ、2体分っていうこともあったんですけども、いやでもアップしたいようです。ちょっといやー難しかったです。なるちょっと知らずめちゃめちゃで、はみ出、白い子たちじゃないんですか。で、なんかね、なんでだろう、多分そのはみ出たところ、ツンと、はみ出た丸いところ、このペンを最初乗せたところ、そこから、全然上手に消せなくて、もうちょっとどうしたものかとか、もちろん綿棒を使ったりとか、ティッシュを、こう細々したりしたんですけど、めっちゃ汚いのよ、ショック。もう襟の部分とかもね、それだけじゃないんですけど、励ましてくれていいのかい、はい、ちょっとまんまでさ、ちょっとすごく簡単に思ってしまったので、まあついついっとやって最後乾いてからこの消しペンで消し消しさえすれば消えると思ってしまったので、もう一回なんかリベンジしたいです。どうやったら全部まず消せるかなという感じです。はい、そして8月21日金曜日夜の9時からは私のこのチャンネル YouTube 尾形りさチャンネル登録者数500人突破記念ライブ、皆さんぜひ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 ともご覧いただけたら嬉しいです。皆さん挨拶ちょちょ詳細ちょっと今この辺りに出てるかな。皆さんぜひぜひ視聴者さんプレゼントも大変豪華となっておりますので、見ていただけたら嬉しいです。その時コメントなどたくさんお話できたらなぁと思っております。大丈夫か。はい、それではこの動画が良かったなと思ってくださった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。それではおつなもこです。